雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞男の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞男は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ。あの鳥をご存知ですか。どのような鳥のことだ。金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。ここにおる男、荷車。あれが八郎、貞男の弟だ。何も忘れてないとか。あれはどこだ。あったあった。さてた。見つかるぞ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるのよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。下がっておれ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこして話して持ってきてる。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておろう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。荷車はいい。馬を追うぞ。弟だろ。マルケに代わる。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日はフミしか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。はあ、氷の家、賊が固めておる。貞男の親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。さあ、かかってこい。
ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。坂井様、重則様の紫電一閃をご存知ですか？その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。あの日を忘れることは決してない。俺が子供でなければ、弱く臆病でなければ、父上を守れた。どなたか、お助けを。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の紫電一閃について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや、怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣入れたり。
獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて義人対馬第一の早業の武者を頼みてり、重則刀を持って余人に遅れを取らず編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なれぎりで最後の獣が発るほど雨雲去りて空は晴れ、対馬は子供の中にけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類いなき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。孔子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先敵陣があるようだ。蒙古だ。隠れろ。来い。暑かった。ベロンの。うわか。うわ。Ah!
安平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いは。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。小賀は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。古賀はここの葉を集めたのか。尋常に勝負。犯人は猛虎を連れた男か。うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は。祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。こちらの精鋭を出せ。
試合場に違いない。遅かった。古賀は何をしておった。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に試練一戦を授かったぞ。その身で受けよう。それは違う。この場で見極めてる。ここで死すべき方ではなかった。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。先祖